始まりました、伊達沙莉の顔ハメコレクション。わーやったー。さあということで、はい、リン今回は八木山ベリーランドです。やったー。来たことは何度もあります。大好き大好き大好きちなみに絶叫系ってサユリン大丈夫なの？うん、ああまあそうですね、なんかその質問が来る時点でちょっと親っていう感じなんですけど。お、じゃあまあ、うん、そんな感じで怖い今日はどうなるんでしょうか。そうだね、じゃん、かわいい。そう、なんかポップだよね、すごいね、色合いもかわいいね。このパネルになってるのがベニーランドのキャラクターのベニーニョくんとベニーニャちゃん。名前があるのは知らなかった。あれ、ヤギヤマサイクロンです。わーわーベニーランド一番スリルのあるポスターで、はい、いやなんかもう童心に帰りました。うん、なんかもう素手で楽しんじゃったね楽しんでましたね。ベニーランドが何ですか、56年前からあるっていうのにまずびっくりしました。そうだね、歴史がね。そう、うん、でさらにそんな昔からあるマークをモチーフにしたキャラクターに今日はハマったんだよね。ハマりました。そうそうそう、一人二役っていう、ちょ移動込みでやらせてもらいましたのでちょスライドね、こうやりましたので、ね、はい、でもこれすごかったのが本当に全然声とかもさ、うん、違うくて、え、やっぱ本当さすがだなって思いましたね。いっぱい褒めてくださるんですよ、ゆうきちゃん毎回。あとあと忘れちゃいけないよ、うん、乗ったよね。乗った絶対忘れちゃダメだ。ちょっと乗りまして、はい、アトラクションにも。あ、ちょっと待ってください八木さん、はい、これ身長制限あります？もしかしてありますけど、あ、はい、サユリン大丈夫かな。全然余裕ですからもう余裕ですよ。パンダの腕も超えてれば大丈夫。大丈夫です。あ、超えすぎてて心配になりますよ大丈夫ですか？大丈夫か。良かったですよ。良かった良かった。乗れます乗れます。だいぶ叫んだね。だいぶ叫んだよ。叫んだんですよ。もう叫んだなんてもんじゃないよもう私の鼓膜が破れるかと思いましたよ本当にぜひ見ていただけると嬉しいです、うんうんうん、そこもね、ちゃんと。そうだね、じゃあ一緒に最後あれ歌おうよいいよ、せーの、やん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 、八木山の